本名ダムは、福島県大沼郡金山町大技、本名当たり湖が原にある一級河川、阿賀野川、水系ただみ川に建設されたダムである。日本初送電による、ただみ河洲水力開発計画概要の一環として1952年に着工、1954年に竣工された。この、ただみ河洲水力開発計画概要は、 豪雪地帯で峡谷が多い急流河川である、ただみ川に目をつけ、水力発電所を目的に1947年に発表したものである。ただみ川に海岸上のダム式発電所を建設する計画で、これにより、ただみ川、阿賀野川、稲川、大津ま川の計23箇所にダムが設置されることとなった。本名ダムはそのうちの一つであり、他にも、 この計画による主なダム式発電所として奥ダ谷ダム、多子僧ダムなどがある。また本名ダムから上流に滝ダム、発電所、下流に上田ダム、発電所がある。本名発電所は本名ダム横に建設された発電所。1954年8月の運用開始から現在に至るまで東北電力が所有する。また付近には 本名変電所が存在する。本名ダム停滞の管理橋を利用した本名橋がかかり、国道252号が通っている。全長161メートル、福員6メートル、最大島町16メートルの旧連の鋼上路、単純トラス橋である。1955年開通。橋の上部港の製作は、日立造船が行った。 橋の両爪がクランク状に急カーブしていて線形が悪く、左岸沿いの国道を覆うスノーシェッドは、福音が狭く老朽化も進んでいたため、2010年度よりトンネルで線形を改良するバイパス道路が建設されている。ありがとうございます。